はい、今回はいつまでも恨み続ける人の心理、あとですね、恨みを晴らす方法、まあこういった内容についてちょっと考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。まあこのね、恨みを晴らす方法っていう、まあなんていうのかな、その考え方があるみたいなんですけど、ちょっと僕にもできないんですよ。で、この、まあ皆さんもいろいろこういう悩みを抱えていらっしゃるかもしれないんですが、まあ僕も悩みを抱えてるんですよね。で、まああんまりちょっとね、まあ言いづらいっていうか、まあ言ってはいけないことかもしれないんで、まあちょびっとだけ、ちょっと言ってみようかと思うんで、まあそんな感じで、あと何かね、その話を聞いて、まあ役に立っていただけるものが、まあ、あればと思いますので、今回も、よろしくお願いいたします。まあ、例えばね、このいつまでも恨み続ける人の心理とかって言うんですけど、ね、いつまでも恨み続ける人の心理の前にですね、何か原因があると思うんですよ。別にそれは人によって だと思うんですけど、で僕とかはね、その YouTube とかさせていただいてるんで、でまあ自分で言うのもなんですけど、別に僕なんて全く人気もなければね、全く無名の人でありね、うん、何もないわけですよ。別にそんな稼いでるとかそんなこともないし、何もない、そんな僕にだって来るわけですよ、陰湿なことが来るわけですね。で僕は何を思ってるのかって言ったら、まあそれはね、正直より良く生きていくためには少しね、お金稼げたらいいなとか思ってたりもしますし、まあね、人に役に立てることが、お伝えできればいいなと思って、自分にできる精一杯をしてる つもりなんですよ。で考え方っていうのは人それぞれなんで、好き嫌いがあると思いますしね、別に僕の考えが正しいとも言いません。ただし、そういう例えば僕とかに対してね、その匿名性での嫌がらせっていうのをしてくるんですよ。でこっちとしてはもうお手上げなんですね、そういうので来られると。例えばね、1っていう名前から今度2から3とかっていう風にされるんで、で別に なんて言っていいのか分からないですけど、ね、例えば好き嫌いがあるし考えが合わなければ、別にそれはそれでね、仕方がないことだと思うんですよ。別にこっちからは何も言ってないんでね、例えばね、僕の話が正しいんだとかね、そのなんか分からない変なディスりとかをしてないんですが、しかしそういうのをされると、全くその無名な僕にもされると。で、いつまでも恨み続ける人の心理って、リスナー様も思うかもしれないんですが、どういったことがいくのかっていうとですね、要するに、人としての自尊心を踏みにじられてるっていうことですよ。だから別にね、有名で、ない、仮に無名である、別になんとかであるって言っても、できる限りのことをやってるつもりなのに、それをね、そういうことを言ってくる。で別に僕はもう皆さんに本当のこと言いますけど、一切何にも言い返さないです。ずっとそういうことをされて、やられるがままです。もうずっと無視するしかこちらには方法がないからね。でそういうなんかしてるわけですよ。でそんなやつって100人に1人とかね、200人に1人しかいないんで、他の人っていうのがいらっしゃるんで、その人たちのために、やってるわけですよ。ただしそのようなね、人としての自尊心を踏みにじられるとかね、できる限り頑張ってやってるものをね、そういうふうにされるとか、非倫理的なものを、されることによって、そういった気持ちを持つと。だから普通だろうなと思うんですよ。別にそのなんか人としてね、で僕は思ってるんですよ。ただもう決めてることが僕はありまして、そういうやつが言ってこようかなんだろうが、100人中1人、200人中に1人なんで、残りの99人の方がね、楽しんでいただけるのに役に立っていただければと思う。そのつもりで頑張ってるんですけど、思うことっていうのはいる、思うことっていうか、嫌なことっていうのはあると、そういうことがある。で、多分皆さんもあると思うんですよ。例えば職場とか友人関係、人間関係とかね。でこっからなんですが、解決方法っていうのももちろんわからないんですよ。で調べたところでわからないし、で考えたところでわからないし、で僕は一回それを相談したことがあるんですけど、相手にするなっていうことを言われるんで、はい、わかりましたとかって言うんですけど、そういうことをされると、そのたんびにイライラするっていうことですよね。で
恨みが消えないとか、その相手を敵として恨む気持ちっていうのがあるんですよ。多分皆さんもあると思うんですね。昔のことであったり、あるいはですね、今現在のことであったり、で、まあ、僕とかもそうですし、皆さんもそうだと思いますが、何かね、やり返すと余計に話がややこしくなるんで、だから僕、別に何もそんなしないんですよ。まあ、で、まあ、ずっとまあ言ってしまえば無視ですよね。ずっと無視をしてると、好き勝手言われるとね。で、ここら辺からちょっとね、なんか感情的なことを言うとね、いつまでも人を恨み続ける心理とか、恨みを晴らす方法っていうことで、なんか相手を、許せばいいとかって、言うんですよ。復讐は何も生まないから、相手を許せばいいとかって言うんですけど、いやいや、そんなさ、好き勝手やられてさ、こっちはずっと黙ってますよ。どうやって許すっていう話ですよ。意味がわからないからね、僕はそのことに関してね。で、まあ、上とか下とかそんなことはないんですよ。別に人間ですから、同じ人間同士だからね、同じだと思うんですけど、まあ意味がわからないなと思って、だこの恨みを晴らす方法っていうことを一応お伝えしてますが、僕には正直わからないで、別におそらくっていうか、こういう話をして、解決方法を言ってるかもしれないが、知れないですが、おそらく解決しません。そういったもののマイナスが強ければ強いほど、おそらくその人それぞれの心に持ってる悩みっていうのは強いんで、方法は僕はないと思ってます。ただ、まあそういうことをまあ思うっていうか、共感していただけるなりね、何かしら役に立っていただければと思うということでね、今回こちらの件を考えているんですが、そしてですね、恨みを晴らす方法とか、正しい恨みの晴らし方っていうのが2つあるって言われてるんですよ。これは別にもう僕のこととかではなく、まあそのリスナー様のお役に立てればっていうことで、じゃあ何がその2つなのかっていうことで、1つずつね、考えていきます。まず1つ目がですね、まあその他人に話すっていうことなんですよ。だから僕は今皆さんに、まあそこまで言ってないですけど、まあそのこと言われたらね、まあなんていうのか分かりませんけど、まあ話が重いなとかって言わないですけど、その他人に話すっていうことなんですよ。でこれっていうのが心理学の世界でカタルシス効果っていうことが分かっていて、カタルシス効果って何かっていうと、人に悩みを、まあ、言うことで、心が整理されて改善されていくっていうことなんですよね。だから悩みをまあ、吐き出すことで、まあ、良くなると。だから人に話してみるといいっていうことなんですが、いや、まあ、誰に話すのかっていう話じゃないですか、それ。で、まあ、難しいなと思うんですが、人に話しづらかったら、何かに書いてみればいいってことですね。で、そういったことで、だから今回、まあ僕もそんなの別にできないですけど、まあ皆さんのそういう、まあ何かしらの悩み解決の方向に向かっていただければ、いいと思ってね、まあこちらの件をお伝えしてるんですが、まず一つ目ね、他人に話すっていう話。でも他人がいないかもしれないから、その時は何かに書いてみるってこと。で、二つ目が、物事を前向きに解釈するっていう、そういったことなんですね。だからこの昇華するっていう、まあ、昇華の昇は、まあ、昇るに、華は、花っていう、あれですね、華僑の華ですね。その昇華っていうのは何かっていうと、自分の中で、受け入れ、づらいものがあった時、社会的に望ましい方向に変化させ発散させる心の、働きかけっていうことなんですが、これもこんなこと言ってますけど、多分なかなか難しいと思うんですよ。で、まあ僕はさっきリスナー様にお伝えしたね、その100人中、1人、まあ、そういう嫌がらせをしてくる人がいたら、まあ、その人を無視して、その99人の方の、まあ、役に立てるようにと思って、まあ、精一杯、してるんで、まあ、そういうことを言うのかなと。まあ、なんていうのかなと思う、ちょっとわからないんですけど、そのマイナスの心理をプラスの心理に変えていくとかっていうことなんですが、まあ口で言うのは簡単ですけど、難しいと思いますよ。だからこういうのってなかなかね、解決ができないんですよ。ただ、まあ、僕も思ってますし、皆さんもこれは思っていただいた方がまあいいかなと思って、ちょっと生意気言ってすいませんっていうことなんですけど、恨みや過去っていうのは消えないわけですよ。で、それに関してどうしていけばいいのかっていうことなんですが、ちょっとスピってる話をしますけど、このスピってる話好きな人、いらっしゃるか、まあ、そのスピの話嫌いかわからないけど、そういった例えば恨みとか憎悪っていうのは回り回って自分に跳ね返ってくるっていうことなんですよ。例えば恨みの言葉をね、繰り返していると人が離れていってしまったりとか、その誰かを恨み続け
続けていると否定的になってしまうんで、でそういった話ばっかりしてると相手が不快感を感じてしまうと、でそうなるとさっきのね誰かに話せばいいっていう話でも矛盾してるじゃないかとかって思うじゃないですか。だからこういった話っておそらく答えがないんですよ。で答えがなくて悩むと、でまあリスナーさんもそうかもしれないですし、まあ僕もそういうことに悩むと、でこの恨み続ける気持ちとか憎悪っていうのを抱えると人間関係すべてに悪影響が出てくるっていうことで、まあ、友達とか、まあ、その男女関係とか、まあ、会社の上下関係とかそういったものに、悪く影響するっていうことですね。でその、スピッテル世界でいうところでいうとね、カルマっていうのがあって、まあ、カルマ因果応報の法則って言って、その憎悪が抱けば抱くほど自分に憎悪が跳ね返ってくるっていうことなんですよ。だからね、その相手に、どうのこうの不幸を願うと今度自分に、不幸がね跳ね返ってきてしまうということで、一体どうすりゃいいんだよっていう話じゃないですか。僕はさっき言いましたけどね、その YouTube させてもらっていただいて、そういうことに関しては無視をしてるんで、でそのまあ無視します、するしか方法がないんですけど、で例えばそのね皆さんにお伝えしたこの因果応報の法則で何かねそういうのを言って跳ね返っていくと嫌ですし、で皆さんもこういったことに悩まれている方がいらっしゃるかもしれないんで、難しい内容なんでちょっとねうまく伝えられない話かもしれないんですが、まあ何かの役に、立っていただければと思います。だからたまにリスナー様に言われますけど、僕はそんな感じです。でこういうまあね、それも含めて、まあ、その YouTube とかもそうですけど、それも含めてそういうことなのかもしれないんですが、なんでしょうね、頑張ってっていうのもいいんですけど、頑張ってやったものを、ね踏みにじられると、いい気はしないし、別にね、1回ぐらいであればいいかもしれないんですけど、繰り返し、してくるっていうのは、もう僕は決めてることがあって、もう無視しかしないんでね、され続けたって、もう無視しかしないって決めてるんですけど、嫌な気持ちですよねっていう、たまに何思ってんですかとかって言われるんで、たまにこういうことを思って、たまにっていうかこういうことを思っていたりもします。ただね、そのいつも聞いていただいてる方の役に立てるようにと思いながら、できる限り取り組んでますっていう、そんな感じで、今回はいつまでも恨み続ける人の心理とか恨みを晴らす方法っていうことで、お話してみました。ちょっとでも役に立っていただけるところがあれば何よりですっていうことで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。